総務大臣は、日本の総務省の長及び、主任の大臣たる、国務大臣。日本の総務省の主任の大臣である。主として、行政制度、地方自治制度、情報通信行政を所管する、国務大臣である。具体的には、行政制度の管理運営、地方自治と民主政治の確立、地域社会の形成、国や地方公共団体などとの連絡協調、 情報通信、電波利用、郵便事業の維持発展、公害紛争の解決、工業、採石業、砂利採取業と他の公益との調整、消防による国民の生命、財産の保護などを所管する。また、行政機関の定員や運営、さらには、業務の実施状況などについて、調査、勧告する権限を持つ。これらの行政評価や監視については、書面調査や、 実地調査を行うことができ、調査対象とされた行政機関はこれを拒否することができない。なお、国家行政組織法において、総務省は各省の筆頭に掲げられている。閣僚名簿においても、副総理設置時を除けば総務大臣は内閣総理大臣の次に列せられており、県政順では国務大臣の筆頭として扱われる。旧内務省の流れを組むことから、 初代内務卿の大久保利道によって書かれた異性生命という記号が大臣室に掲げられている。総務省が所在する中央合同庁舎第二号館中央省庁等改革基本法に基づく中央省庁再編により2001年1月6日に総務省が設置された。それに伴い自治省が所管していた地方自治制度に関する業務総務省が所管していた。 行政制度に関する業務、郵政省が所管していた、情報通信行政に関する業務を、総務省が担うことになった。同時に、自治大臣、総務長長官、郵政大臣が廃止され、新たに総務大臣が設置されることになった。同日付で、第二次、森改造内閣が発足し、元自治官僚で、参議院議員の片山虎之助が、総務大臣に任命された。 総務省という名称は、小渕第一次改造内閣当時の中央省庁等改革推進本部にて新たな証明を検討した際、内閣総理大臣の小渕慶造により命名された。実際の公案者は、元内務、警察官僚で、第二次、大平正義内閣の自治大臣、第二次、中曽根康弘内閣の行政管理庁長,長官、 総務長長官など、現在の総務大臣が所管にあたる分野を複数、務めた、後藤田正春である。英語での呼称については、ミニスター法インターナルアフェアッツコミュニケーションズ、とされている。法務大臣や財務大臣などの場合は、ミニスターオブと表記するのに対し、総務大臣と外務大臣の場合は、ミニスター法との表記を用いている。総務大臣表彰。 総務大臣検証、総務大臣賞、総務大臣感謝状など、総務大臣による検証及び表彰には、以下のようなものがある。なお、協定の最高峰クラス、スペシャルグレードの一つであるモーターボート、記念競争では、優勝すると、総務大臣杯が贈られる。ありがとうございます。